があります。まず待つでしょうか。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。2番人気です。ただいまより投票受付を開始します。秋の中京のメインレースチャンピオンズカップ12頭がチャンピオンの座を争います。スタートを切りました。12頭、11番東洋リファールがちょっと立ち遅れ、果たして何が行くのでありましょうか。先頭に立ったのは3番 IOU、 オーディンは上がってまいりました。2番走る将軍スタビライザー、それから4番カリブソング。12頭第1コーナー左にカーブを取ります。その外にパリス K1 平成シルバーが内々を通っています。今日も勝利をつかむか、カタノペリーとミナイチシュ、それからもう1頭ライブリーマウント、そして外からは11番東洋リファール、ピンクの帽子にご注目ください。これが1番人気のバンブーゲネシス、それからもう1頭キアズアトム。さあ先頭の方はまだ固まっています。先頭を行く2番走る将軍カンバシンリード。さあ第3コーナーに差し掛かります。その外オーディン、そして3番手に4番カリブソングであります。内から1頭 IOU スタビライザー、その外からはパリス K1、 そしてその後ろから8番カタノペリー。さあ中京競馬場は大歓声であります。バンブーゲネシ馬群をさばききれるかどうか。抜けた抜けた、3番 IOU、 さあ先頭は IOU がカンバシンリード、3番 IOU がまだ粘っている、3番手にライブリマウント、ライブリマウントが差を詰めてくる。さあ抜けました、 IOU 一着チャンピオンズカップ、勝ったのは3番 IOU だ。戻ってきました。Thank you.
成しました。ご用でしょうか。元気いっぱいです。いい感じですね。何かご用でしょうか。ここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。雪が舞っている東京競馬場、ダートをかける豪客はこの寒さをも吹き飛ばします。フェブラリーステークス12頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。さあ先行争いであります。先頭に立ったのはブレイブテンダー、バトルライン、
タイチシャーロックがかわしていきました。そして4番手にカタノペリーであります。その後ろでありましょうか、ストーンステッパー、グルメフロンティアがそのうちにいます。スーパー中山、それからワイルドブラスター、外を通って8番名称も隣、ちょっと離されましてワシントンカラー、そしてその後ろから12番 MI ブラン、それからシャドウクリーク。先頭の方はどうなっているか、2馬身くらいの差をつけてブレイブテンダーが先頭です。これを追って1番タイチシャーロックであります。それから11番カタノペリーであります。そのうちからは6番バトルライン。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、カタノペリーは3番手といったあたり、このまま押し切るか、ブレイブテンダー、カタノペリー懸命に追う、タイキシャーロック先頭に立った、先頭はタイキシャーロック、外からはカタノペリー、タイキシャーロックが抜け出した、外から1頭カタノペリー、ワイルドブラスターが2番手、さあ抜けました、タイキシャーロック、タイキシャーロック1着フェブラリーステークス、勝ったのは1番タイキシャーロックだ。頑張りましょう。1着1番、2着2番、3着9番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。